バスティーユ広場は、フランスの首都パリにある広場。4区、11区、12区の3つの区にまたがっており、広場の周辺地域はターンに、バスティーユと呼ばれている。もともとは、バスティーユ牢獄があった場所であるが、1789年7月14日に、フランス革命の発端ともいえるバスティーユ、襲撃事件が発生し解体されたため牢獄の痕跡は残っていない。 現在は、広場中央2830年に起こったフランス7月革命を記念するオブジェが建てられ、近くには、地下鉄のバスティーユ駅、同広場南側には、アルスナル港がある。またかつては、SNCF のバスティーユ駅もあったが、現在は取り壊されて跡地には、歌劇場オペラバスティーユが建設された。広場の北東部ロケット地区界隈は、バーやカフェなどが立ち並ぶ。 繁華街で夜遅くまで賑わっている。一方で近年では2006年に起こった初期雇用契約をめぐるデモのように政治的なデモンストレーションの舞台ともなっている。バスティーユロー国は1370年から1383年にかけて建設され、当初はパリ防衛のための要塞であった。それが17世紀になると、 ルイ13世の最初ッシュ理により国事犯の収容所に改造されたことで、政治犯のほか宗教犯や民衆を先導した作家、また若い報道者が家族の要請で一時的に収容されるなどし、国王が自由に発行できる、勅命逮捕状により逮捕された人間が、収監されるようになると、次第に評判を落とし悪性の象徴となっていった。18世紀後半の時点で、 バスティーユ牢獄は中庭と武器湖を取り囲むように立つ高さ24メートルの八つの塔と防壁によって形成されていた。囚人は主にこの塔の5階から7階に収容され、直径4.6メートルの部屋に家具を備えた部屋が与えられた。この牢獄の管理者は囚人一人当たりの手当をもらっていたが、囚人の身分によって額が異なり、学者であれば19リーブルだったが、 一般人ではサンリーブルであった。現代のイメージとは異なり、極悪非道な監守、出血、虫の枠、地下牢といったものとバスティーユ牢獄は無縁であり、パリには微セートル刑務所のようにバスティーユよりも環境の悪い牢獄が多くあった。しかしながら、文学などにおいては、バスティーユ牢獄は恐怖と圧政、そして独裁の象徴として扱われている。 バスティーユ牢獄襲撃を描いた絵18世紀後半、アンシャンレジームに対する民衆の怒りが頂点を極め、1789年7月14日、パリ市民は、圧政や国王の権力の象徴であったバスティーユ牢獄を襲撃した。この際収容されていたのは7人に過ぎず牢獄は、ほとんど空の状態であり、この7人も偽造犯が4人。 精神障害者が二人、そして父の怒りを買った若い貴族が一人と、政治犯は含まれていない。襲撃当時、バスティーユ牢獄には管理者であった80人の廃兵が守備兵として配置されていたが、すぐにスイス人用兵によって構成された32人の敵乱兵が加わり、補強された。朝方。 バスティーユ牢獄を取り囲んだ8000人の群衆は牢獄側に対して投降を呼びかけ牢獄の武装解除や武器庫に保管されている武器や弾薬の解放を求めた。これに対して牢獄側は代表者2名を招き入れて交渉を行ったが交渉は思うようにまとまらず昼過ぎには一部の群衆が中庭につながる羽根橋を落とし中庭に侵入。これに対して 守備兵が発砲して汚染したため銃撃戦となった。そこへさらに一部のフランス軍が群衆側に加勢し、バスティーユ牢獄は降伏。午後5時30分頃に牢獄は陥落し囚人たちは解放された。1792年、バスティーユ牢獄は撤去されて新しく自由を記念するオブジェが作られることとなった。1808年、 パリの都市化を推し進めていたナポレオン・ボナパルトは、当初ここに像の形をした記念碑を建設することを計画した。この像は、スペイン軍から奪った大砲から取られた銅が使われる、予定で高さは24メートル、像の足の内の一本の内部に作られた階段によって、像の上まで行けるように設計されていたが、石膏のモデルまでは作られ広場に置かれたものの、 最終的に広場に銅像が立つことはなかった。1833年に現在の7月革命記念碑の建設を決定したのはルイ・フィリップである。後にバスティーユの像はレ・ミゼラブルの登場人物ガブローシュラーの住みカとして有名になるが1846年土台の一部を残し7月革命記念碑に置き換わり撤去された。 1855年に、牢獄の跡地に、バスティーユ駅が建設された。その後1969年に廃止され、路線は地下化されて、現在のラーエー線となった。駅舎は解体され、そこから伸びる線路は、芸術の高架橋と呼ばれる緑道となった。駅舎跡地には、オペラバスティーユが建設され、 革命200周年記念の1989年7月14日に落成された。バスティーユ広場バスティーユ牢獄があった場所が現在のプレイスデラ・バスティルにあたり、オペラ・バスティーユが広場を代表する建物といえる。また元々牢獄の堀であった部分はサンマルタン運河と接続されて遊覧船の発着ポイントとなった。火曜日と日曜日には バスティーユ広場に併設されている公園を中心に大規模な青空市場が開かれ、衣類の他にも果物や魚、肉、チーズ、パンなど様々なものを手に入れることができる。現在、広場周辺はカフェやオフィスなどが立ち並ぶ商業地域になっており、サンタントアール通りが広場を突き抜けるように走っている。なお、地下鉄の布設工事の際に発見された。 バスティーユロー国の塔の残骸の一部は、数百メートル離れた公園へ移設された後に、そこで展示されている。ありがとうございます。